はい次は「火星超古代文明は核戦争で滅亡した」はい、というまあ、はい、ムーミンの皆さんにとってね火星人は大前提ですかねうん大前提ですよ火星人はいるしね、うん、火星超古代文明は存在した当たり前、ね、う人面川な、ね、そうそうあれは、ね、自然の産物ではなくちゃんとした人工物です、はい、人の顔ですうん ピラミッドもありますありますありますスフィンクスもありますはいそ火星の地表には CD 落ちてます <laughs> あったあったあった,あったネズミだっているんだからそうそうそうまーずらっとあとね銅像みたいなこ,こういうそうそうそう,う,い,う、ね、いっぱいあるあいうやついっぱいある <laughs> ヘルメット持ちてたしなな、うん <laughs> 何でも落ちてますよね,すね文明があったからねでまあ今回その稼い物ですね、うん、えー、えー、原稿を書いていただいたのは高谷雄大先生ですよねおおね資産家だからねお資産家結構ねらしいよえー仲良くなりたい、ま、<laughs> <laughs> ね <laughs> その高谷優さんが火星文文明明 <laughs>、はい、超古代文明についいいてて書ただきましあいろいろね火星古代文明に関してはねこれまでもいろいろ言われてきてたんですがさすがにねこの高谷武士って言ったら失礼かもしれませんけどこの視点がね、うん、面白いんだなあそうきたかっていうね<ー>まず第一に火星の研究、うん、火星の 観測ですわね,、はい、ね天体望遠鏡でこう見上げると、ね、一番見えるのは惑星ですわね惑星の中でも、ね、地球に近い、うん、金星や火星っていうのはうねもうん、格好のターゲットっていうかね木星とかその土星っていうのはほら大気がねこう分厚いんでまあちょっと模様が見えるぐらいだけども、うん、火星の場合には地表が見えるわけねうん、うん、金星も分厚いから金星の地表って見えるい 水星は見えるけども水星はなんかね月みたいなねこうつ粒子の火星は大気もありつつ地表が見えるんでね<ー>。まあこの結構昔からこう火星の観測っていうのは、まあ、もちろんその天体望遠鏡の技術の発達19世紀になってからもうすごい進んだんだけども、うん、その 特に1890年代ですねその有名なあのスケア・パレリっていう、ねえー、方ともう一人パーシバル・ロウエル、うんまあ、火星の研究で、えー、この方々がその火星の、まあ、天体望遠鏡で見て火星の表面の模様、はい、まあ地形を詳細にスケッチしてのいわゆる。 写真っていうのが、ね、な,かなかったというか、うん、そういう高海像の,のシステムなかったのでこう肉眼で見て望遠鏡で見たものをこう絵に描いてでそうすると風の表面にこうまあ基本的に赤いんだけども黒い筋が見えるとうんその辺の筋がその筋をこう描いてるんだけども <laughs> 一体これ何じゃと。<う>赤いところはまあ まあ大地なんだろうこの暗い筋は何かな結構直線上にこうなってたりするから、うん、まあ自然の地形にしてはちょっと不可解だなとまあつまりなんか人工っぽいなそうだね、はい、自然界でこう直線で地形こうねこうなるっていうだからこれ火星人が火星人が作った運河なんじゃないのかつまり暗い部分は海だろうと。 考えたわけさ、はい、赤い部分は陸地、うん、暗いところは海まあそうだよね地球だってねその衛星写真見るとアフリカ辺りこう見ると、ね、赤いところは砂漠大地で暗いところは海でこうねスジミン脈のことねスエズ運河もこうね。うん、ということは火星には海がある、うん、火星人もいる、うん、と 19世紀の後半とか末はみんなそう考えてたんだよね天文学者もこれ一級の天文学者ですかね<ー>ジョバル・スケア・パレリとかね,かねパーシュバル・ローエルとかね、うん、でも実際その後 NASA とかねええー、ソ連の探査機が行ってまあマリナー計画だとかそれからご存知バイキン計画によって詳細に火星のお地表とかが わかるようになってあれ海がねえ、うん、<laughs> 海がねえじゃねえかよ、うん、運がないじゃん,うん、うん、もう高齢とした大地が続くだけでもう火星人いねえじゃねえかよっていうねまあ一般的にはそういうふうに考えられるようになったね今でもそうでしょうん。ただここでね違うほう ね、だったらあの運河とか何だったらね,ね、うん、運河とかさそれは見間違いだよ、うんね、当時はね天体望遠鏡のね回想度も性能も低かった、うん、火星人がいるっていう先入観もあっただから運河があったんだというふうに思い込んでしまったんだと、うん、まあそういうことになりますよね、うん、今でもそういうふうに教科書なんかでもね。うん あの教えてますけどさすが、ね、高谷さん、はい、目のつけどころが<お>違うよ。うんうん、今20世紀の段階で、ね、1970年代とかに探査機が行った「はいね、バイキング」って今日もそうだけどまあそりゃそうさそり海はない水はないように見えるバッテン。 バッテン荒川さんだよはいバッテン荒川、ねはい、熊本の英雄バッテン荒川さんは,はい、ね、<laughs> 九州は九州ですよね静岡寺バッテン荒川わ <laughs> かりますよね荒川さんですよわかっぱいここが違うところ、はいうん、19世紀さっき言ったパーシバルロウェルとかジョバエスキアパリルはこの時代まで海はあったんだ らが見たのは本当の海ガラ。<ー>その後に亡くなったんだ。そうきました。そっか。19世紀末から20世紀前半の段階で、この段階で運河と海はね消えた。水が消えた。最近？超最近？そう最近。超最近まで海あった。あったのあったんだよ。<laughs> 変わったんだよ。だって水が流れた後とかね火星にいっぱいあるからね川とかあるからね。でみんなそれをね「もう何万年前」とかさ「何十万年前」とかって言うけれども「ちげえよ」最近で。っていうのがこの「ここがここがもういいね」。 いいですね、感動したねいやーそ運河があったんだ海があったんだで実際にね、はい、実際に火星っていうのかつて水があったことが分かってるわけ、うんうん、海もあったことが分かってる、うん、でいろんな想像図シミュレーション、うん、ね、うん、グラフィック絵があるんでね NASA もちゃんと発表してます、はいね、大昔の火星にはこんな海がありました、まあ、確かにね高低差あるんだよねそううすると海がこう あったってことも明確にわかる海岸線がちゃんときっちり出てくるからでそれを見るとこのスキアパレリーとローエルの運河のあれにねピタリ一致するうどうだいへえ。でもそうなると一気に滅んだってことになっちゃうじゃないですかここが大事ね最終的に水がなくなったのはその十九世紀末から二十世紀前半にかけて うんうん、あそっかそっかであってその頃まではかろうじてあったあ<ー>かろうじてあったんだっていうところがここが重要なところね<ー>でかつその冒頭に言いました火星には、まあ、遺跡がたくさんあります遺跡ってね人工物が、うん、人面がいっぱいあるねペンタゴンピラミッド、うん、まあ有名なシドニア地区という、ね、あのいうあの構造物が 構造物とされる、ね、地形がある場所って、ね、あれ集中してんだよ,偏ってんだよねでよくよく見るとその古代の火星海があったっていうふうにこう想定した場合に全部ねその海岸線の近くの。へえ海の部分のところにはそういったねピラミッドっぽいのがないの。おー インカシティとかもそうなんだけど全部海岸線からちょっと中に入った部分こえ間地球だってそうでしょそうです、ね、海岸線の近く、うん、川の近くに文明は発祥してそこに都市部ができるうん、うん、東京だってそうでしょ、うん、船使ってたん、ね、よ火星の船火星の船でへえ そうすると見えてくるわけあ港港っていうおお<ー>結構地球と近い暮らし方だったってことですねそうなってくるとでこ今回のテーマとしてでも今いないじゃないうん今いないねそうですねいなくなっちゃって火星の土地はどうなったんだ、うん、火星の船はどこだ、うん、ない なぜなくなったのか。うん、ここがまさにタイトル通り。戦争やっちまったんだよ。最終戦争が。まあ地球人もバカだけどね。火星人もアホやね。<laughs> 結局戦争だそんで。<そ>まあそんなもんね。火星人だってね、ね神様じゃねえね。うん、結局ねえ。戦争しちゃったわけですね。あまあまあまあ、まあうん、このざまだ。 うんうん、でしかもその戦争に使われたのが核核兵器、ね、あ核兵器器ねというのも、ね、なんで核兵器なんだっていうこ、まあ、とを言う,うかというとそうそうこの高谷さんが根拠にしてるのはキセノンっていいう物質が異常に,火星に多いいへ<ー>これはこのキセノンっていうのは自然界の普通はありえないだろうこんなに<ー>あるとすればウランから作られる。うんうんうん とということはウランはいいっぱいあるからウランを使った兵器がエネルギーに転換してやってたんだけどもやっぱりねっ結局戦争に使うのさそんんなもんだよそれで滅んだというまあえ火星がね古代戦争もしくは核戦争で滅んだという説は前からあるんだけどもその辺はやっぱりね別な アングルから、ねうん、論,論章しててるっていうかなうん、うん、これはねぜひ読んでいただけるとねお,おこういう見方があったのかとまであったってところが海がねで、うん、その核戦争によってもうえらいことになって文明が滅んでぐちゃぐちゃになってうん、うん、だん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 海消失して、うん、最後にその全部、まあ、地下とかね、うん、を染み込んで。 荒廃したのが十九世紀から二十世紀かけて。あこれは本当に面白い、ね。だから今行けばね、うん、今行けば多分こう、ちょっと掘ればね、出てくんだよ。うんうん。水が。ちなみに今日本で、あの観測できるところで。詳細に見れるところってあるんですか。火星。うん。今火星すごいよね。あの最新の探査機が撮影した。うん、あの映像って。うん、あのネットで公開されてるけどね。あ、あまりにも詳細すぎて。うん もう解像度が高すぎて、うん、火星っぽくないよねなんか地球のどっかダメみたいなねあ,あとねあまりにもね解像度が高すぎてこれ CG じゃないそうなってきちゃうってことフェイクエンドだよねアドビじゃないのフォトショップフォトショップアドビもすごいですからねすぐ森にしてくれたりね,ね騙されないですもん。<laughs> いやなのでもうちょっとこう自分で目視で見れたら もっとなんか。だから、と、うう火星もね、もう。惑星だからさ。うん、こう地球とこうね、だんだん近づくときもあれば、離れるときもあるよ、ね。はい、近づいた時、大接近の時、だから。ローエルの時も、大接近の時だからローエルのときも大接近のときだから一生懸命なこと見えたよ、ね。なんかもう一回なんか見たら、もっと発見が。<laughs> 発見が。<laughs> 探査機飛ばしてるのに <laughs>。リモートビューイングするゃいいんじゃな、ね、い。超能 <laughs> 力で見ろ。超能 <laughs> 力で。 できんだろそのくらいはオカルト女子会何やってんだよやってみろそれなんかいつも頑張って変なクッキー作ってねえでよやれオカルト女子会だべオカルトやれ頑張ります火星。ちなみにあのリモートビューイングで有名だね超マクモニーチョーさんはね火星人いたよって絵描いてる背が高いんだよやっぱりいるんですねいるんだよ地下にいるいるえーまあということでねぜひ はい、いつもとはちょっと違う、まあ、視点と内容になっておりますのでご興味のある方ぜひチェックしてください。はい、ぜひご覧くださいぜひ皆さんもリモートビューイングしてみてください。<laughs>